はい、どうもクリスタバスケ日記です。今日は買ったよナイキエアーズーム GT カットをレビューしていこうと思います。いやー買ったね、買ったよ。これやばいね。いやもうお店吐き入ってみて、いや待って、これはちょっと買うつもりなかったけど買うわって言って買いました。もうこれはねやばい、性能ぶっ飛んどるわ。引きました。あ、え、あ、こんなにいいのみたいな、さすがナイキの本気バッシュっていうような感じでした。はい、じゃちょっと全体的に、まあ、まず前の動画でも説明した簡単な性能と僕が履いてみたレビューとかを、さらに改めて伝えようと思います。よかったら見ててね。まずナイキエアーズーム GT カットっていうのは3月ぐらいに多分リークが出て、エアズム GT シリーズということで、ナイキの本気バッシュ3足出るんだよね。エアズム GT カットとエアズム GT ジャンプとエアズム GT ランっていうそれぞれの特性に合わせたシューズが展開されていくような感じで出てて、その第1作目 GT カットですね。まあ、これはどういう特徴のあるシューズかというと、まあ、カッティングの動きとかディフェンスの動きとかが結構強めのシューズになってます。で、まあ、ランはランニングで、ジャンプはもジャンピングの部分で、これはカッティングっていうような感じになってますね。いや、やばかったね。これ構成としてはちょっと画像を貼っとくけど、まず、インソールがリアクトになってますね。ドロップインインソール、フルレングスのリアクトってことなんで、まあ、フルレングスのリアクトだと何だったの、ハイパーダンク2017とか確かそうだったね。フルレ、はい、ドロップインではないけど、中にインソールからではないけど、まあ、フルレングスのリアクトだったけど、それを、まあ、インソールに入れるっていう、ナイキの、コービー AD ネクスト360、これのような形のを取ってますね。いやめっちゃこれも良かったですね。だから外れんだよね、まあ、コービー AD ネクスト360も外れたんだけど、コビないんだったかなぐらいも確かインソール外れたと思うんだけど、こうやってインソールを取り出すことができます。ただ、このインソールがクッションになってるっていうような感じですね。このインソール自体がもうフルレングスのリアクトのクッションになっているというような感じです。はい、そんな感じですね。うわ、でその下に、すぐ速攻その下にフルレングスのエアーズームストロベルっていうようなものを入れてるんだけど、まあエアズームが引いてあるっていうような感じなんだけど、まあもう見てわかるんだけど、映るかな、映ってるかな、ちょっとわかるかな、こうもうエアになってるんだよね。下がすぐエアになってますね、っていうような感じです。でさらにその下にで、かかとにもさらにエアズームを入れてるっていうような感じになってますね。はい、そんな感じでしたね。性能として、まあ、形としてはこんな感じで、アウトソールが、こんなようなパターンになってて、カイリーセブンにちょっと近いかなっていう風に思ったんだけど、まあこういうようなパターンになってて、まあカッティングしやすいような感じになってるっていうような説明でした。ナイキとしてはまあこんな感じかな。実際まあ履いてみてどうだったのかっていうところを、まあ説明していこうと思います。じゃあ改めて、はい、レビューと解説していこうと思います。まあ、名前はさっき言ったようにナイキのエアーズム GT カットで、メーカーはナイキで、分かりやすい特徴としてはやばいやばいっていうような感じですね。まあ、デザインとしては、まあ、推奨はこういうような感じ、エアーズム G ビビネクストとかと同じようなタイプのこういうちょっとカッコつけた近未来みたいなやつですね。でかかと部分に GT って入ってて、逆はこの GT のロゴだね、ロゴが入ってるようなピントが悪い、あったあった、これこういう感じね。箱にもこのロゴがついてますね。 GT シリーズはこのロゴでいくのかな。はい、普通のシリーズのくせにロゴがあるなんて生意気ですね。まあでも相当レベル高いからね。で、履き心地フィット感、これねびっくりだったんすよ。あのね、狭い。これはね、まあ、EP モデルとかついてないから、もう本当にアメリカと同じサイズ感で展開されてるものなので、あの狭かったっす、普通に狭かったっすね。で、どこが狭かったかっていうと、まずつま先部分が結構グッとくる。で、横幅もそんなに広くはないなっていうような風に感じます。ただ
ここは広かったなって、この真ん中中足部っていうのかな、ここの部分に関しては結構広かったので履きやすかったですね。はい、そんな感じに感じました。こことここは狭いけど、ここはそんなに狭くないんで、どういうエアズムビビネクストの狭さとはちょっとジャンルが違います。エアズムビビネクストはここは意外と広いけど、ここが狭いから痛くなるみたいなことだけど、これはそういうことじゃないので、ここさえ入っちゃえば逆にめちゃめちゃ快適に履けるシューズだと思います。でサイズ感についてなんだけど、あんま動画でサイズ感俺は言及 してないんだけど、試し履きしてほしいから、サイズ選びって結構難しいからね、ネットレポートからのちょっと難しいところがあるからあんま言わないんだけど、これはちょっとちっちゃめな気がしました。ただ俺はいつもと同じサイズでいけないけど、できれば点を上げたかったかもしれないけど、30点は存在してないから買えなかったっていうようなお店でなかったから、30までしかなかったから買えなかったので、30点後があればちょっと試してみなかった、もしかしたらそっちだったかもしれない。結構俺は結構詰まってる状態でも履きやすいと感じるから結構いいんだけど、結構つま先部分が狭くてクッとなるような足の感じで履きましたね。はい、これあと横ずれが全然しないなっていう感じがしましたね。このピントはここの TPU パーツ、あ、まあ、画像貼っとくか、これがついてるようなことによって横の動きをしっかり固定してくれるから、横ずれもしないなっていう、ユーロステップとか急なディフェンスへの切り返しとか、そういう時に、横ずれしないなっていうような印象がありました。いや、やばいなこれマジで、いいシューズなんだよな。履き心地に関して最後に、入れた瞬間にめっちゃいいなって感じた、その中でずれないような工夫がされてるなと思ったのが、このインソール、さっき外したインソールなんだけど、見えるかな、このあったここのさ、ここの部分、これがねしっかりソックスの部分を捉えてくれるのよ。だから中でずれないっていうか、もう履いた瞬間にやばい、これはバチッと決まるっていうような感じがしました。これ結構ねいいなと思った、ここの部分やばいなと思いました。これが、まあ、履き心地、もう履いた瞬間に分かったやばいなと思ったこと、グリップ力良かったね。まあ、アウトソールこんなような形になってるんですけど、ちょっと一回履いたからちょっとここについちゃってみましょう。こんなような感じになってるんですけど、しっかりグリップしてくれましたね。よかったな、こいつよかったっすね。はい、で次クッションは、さっき言ったように、フルレングスのこのリアクトで、さらにフルレングスのエアズームストロベルで、さらに母子球に、ズームクッションが入ってるっていうような感じだったんだけど、俺が何より感じたのは前の方、ここの部分だったね。ここの部分をより感じました。なんていうのかな、まあ、リアクトとかでしっかりクッション履いてみた感じもめちゃめちゃしっかりしてて、なんなら飛びやすいし、すごくしっかりしてるなっていう風に感じたんだけど、何より一番最初に感じたのはこの母子球より前の部分のエアズムストロベルをより感じるなっていう風に感じました。あれ、ここにクッション積んでたっけよりみたいな感じで感じてしまうぐらい、ここの部分はすごくブニブニ感じるような感じでした。だからそれが逆に嫌いな人もいるかもしれない。結構ディフェンスとかカッティングが得意なシューズだけど、ここがブニブニしてしまうから、それが苦手な人はいるかもしれない。ただ大半の人は好みなんじゃないかな。結構気持ちいいです。しかもダンクとかしやすいし。次、地面との接地感。これね、地面との接地感あったんよな。まあカッティングとかそういう地面をしっかり捉えて動きをしたいっていう人に向いてるようなシューズだからだとは思うんだけど、めちゃめちゃ地面を捉えてくれる感じがあった。それがすごかった。まあ結構クッション積んでるから俺はそんなになのかなと思ったんだけど、結構インソールの部分のクッションを厚くしたことによって、あとインソールとその下のエアズームとの間をなくしてることによって、クッションも感じやすいんだけど、それでも地面を捉えてくれる構造になってることにびっくりした。だから結構ねディフェンスとかしっかりやりやすかったシューズになってますね。はい、次ポジション。これはねポジション的に結構まあスラッシャータイプ、今パッとイメージというかスラッシャータイプの人が結構いいのかなとは思ったけど、これは多分1から5全部いけると思います。もう問題なくまんべんなく気持ちよく1から5番全部いけます。さすがナイキの最強バッシュもしっかり1から5番しっかり捉えて、しかもディフェンスがしやすい、まずディフェンスを軸にするプレイヤーにめちゃめちゃ持ってこいなのかなっていう風に感じました。はい、
そんな感じです。しかも一線のディフェンスだけじゃなくて、中のディフェンス、中で例えばブロックに行くとか、あのいうプレイヤーでも全然いけるから、クッションをしっかりするっていうような感じをに感じましたね。はい、得意なプレースタイル、苦手なプレースタイル、苦手は特にないんじゃないかな。ちょっと、特に俺はそれを感じなかったね。で、得意なプレースタイルは、まあ、ナイキが言ってるのは基本的には、まあ、スペーシングを作る動き、まあ、カット中心な動きっていうところを結構得意にしてる。カッティングだったりとか、なんだろう、ドライブも得意だよね、絶対にこれは。っていうような感じだと思いました。はい。でも、俺は結構何でもできんじゃないのかなっていうふうに感じましたね。オフェンスもディフェンスもしっかり頑張りたい人に結構おすすめなのかなっていうふうに感じました。決定、こいつで、まあ、決定を挙げるとしたら、細いこと、まず細いことと、あとはまあクッション感じるから、それが逃げてない人はダメかもしれない。もう根本的にそのクッション感でナイキがダメな人はダメかもしれないなっていうような感じです。耐久性に関しては比較的いい方なんじゃないのかなとは思うんだけれども、まだちょっと耐久性って一番難しいところで、まあ、デザインを見る限り悪い点は見当たらない。ただこれはまあ履いていって噂とかがどんどんやっぱお店で働いたりするといろんな人の情報とか入ってた人の感想とかも受け取れるから、そういう上でちょっと吟味をいつもしてるから、耐久性に関してはまだ分からないけど、今のところ基本的にはいいと思ってる。はい。外で使えるかどうかに関しては、あんま外で使うのはおすすめにしてないですね。普段外で使えるやつはナイキだと XDR っていうこのタグがついてるんだけど、この商品にはそれがついてなかったですね。はい。で、まあ中で体感でがっつりマスケをしたい人におすすめのシューズですね。インソール変えられるか変えられないかっていうことなんですけど、インソールは基本的に変えられないと思っておいた方がいいですね。まあ、インソール、このさっきも言ったんですけど、インソールの部分に結構な機能性を持たせてしまっているので、交換とか、さらにその上からインソール入れるみたいなことは多分基本的にはできないかなと思います。次、 ID は出てないね。はい。値段こんな感じです。ちょっと高いですね。で、サイズ展開はこんな感じです。もうこの黒は発売していて、もう白も多分発売になってますね。白も発売になってます。結構マジでいいシューズだから、本当に試してほしい。これはもう足幅が細いよって人はもうとりあえず全員こいつ履いとけばいいんじゃないのってちょっと思ってしまうぐらい、とりあえず欠点のないシューズ、ある程度何でもできる。走りやすさとかディフェンスのしやすさがあるシューズで、しかもクッションがいいっていうシューズは、ある程度オールドマイトに何でもできるタイプのシューズになるから、マジでいいシューズだと思いました。感動もんですね、こいつは。感動もんです。ナイキが書いたんだけど、ナイキ2021って書いてあるけど、ナイキが2021年に出した本気バッシュってことで、まあ1個前がエアズムビビネクストだったけど、まあ、今回このシリーズよかったんで、よかったら試してみてください。まだ順次GT、まあ、このカラーも出てくると思うし、 GT ジャンプと GT ランも今後出てくると思うので、そちらの方も、まあ、出たら解説していこうと思います。よかったらチャンネル登録とグッドボタン、押してくれたね、あざす。で、なんか感想とか履いてみたいとか、なんでもいいや、コメントくれると嬉しいです。ということで、今日の動画はこの辺で終わります。あざした。